とにかく110番します。うちの会社潰す気か。警察に行ったら全員ギャラなんて払わないからな。これ情報解禁いつですか。バカは黙ってろ。そのバカをキャスティングしたのはあんただろ。バーターも黙ってろ。この映画に出てもらいたかったのはゆうやなの。賞味期限切れのおまけがよ。てかお前の人生自体が親父さんのバーターじゃねえか。謝れよ。え？誰がお前らに。トニー・フーパーに謝れよ。あ？フーパーに謝れ。ロメロにもカーペンターにもデパルマにもフリードキンにもフルッチにもライミにもミラーにもダンテにもランティスにもビルバーグにも深作にも中島貞夫にも野村義太郎にも黒澤明にも謝ってくれ。タランティーノはいいの。あいつはいい。ゴーストマスター。スペースヴァンパイアって映画知ってますか。え、トビー・フーパー監督、この作品はスペースヴァンパイアを目指したいんです。その時にはマナさんに主役。黒沢さん、こういうのやりませんから。え、ゴーストマスター、こうしてほしいんだろ。お前は俺の奴隷だ。でも天使でもある。それはカット。黒沢明。はい。壁ドン映画の現場でこき使われている助監督の怨念のような、ごめんな、映画愛の詰まった禁断の脚本。僕の脚本が、ゆうやに。監督、OK ですか。シッチェス、プチョン、ブリュッセル、国際映画祭で話題騒然、世界が熱狂した改作、ついに日本上陸。お前の書いたこんなクソみたいな台本のせいで、みんなフーパーに謝れ。ロメロにもカーペンターにもデパルマにも黒沢明にも謝ってくれ。タランティーノはいいの。あいつはいい。ここはあんたが作った世界なんだよ。私たちは永遠に死の恐怖に追われ続けるの。これが黒沢さんの書いた本なら、どうすれば終わるのか分かるのは黒沢さんだけです。継ぎはぎで無茶苦茶な映画を力ずくで傑作にするのはたった一つ。カメラセッティングオーケー。てめえの気持ちだけで芝居すんじゃねえよ大根が。アクション。ゴーストマスター。